めっちゃ黙って読んで見てた。リアクターしてね。あたりのチャンネル。皆さんどうもこんにちは。ナムです。皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで今年もアニメ視聴会やっていきたいと思います。今回はですね、進撃の巨人を見ていこうかと思います。私、進撃の巨人に関しては原作をずっと読んでた派閥なんですよね。で、アニメは全く見てなくって、原作も私17巻ぐらいまで終わってるんですよ。アルミンがなんかめっちゃ頭いいキャラになってたり、あとミストリア、アストリアやったっけ、なんかあのすごいおとなしい可愛い子が実はなんか王族の血を引くものやったみたいな、これ全然もう記憶が曖昧なんですけど、っていうようなところで見終わってました。なのでアニメを全く見たことがなくて、オープニングの曲だけ知ってるみたいな、にゃ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 は知ってるみたいな範囲でした。今回進撃の巨人がもう終わったっていうことと、あとアニメが今年の冬からもう一回最終章に向かってやるっていうことなので、一から見直そうかなと思って、一から見直すというか、アニメを初めてアニメを見てみようかなと思います。ただ私もう原作17巻ぐらいまで読んでて、ストーリー最初の方までは知ってるので、とそうですね、今回は1話ごとの動画っていうよりかは1話から5話まで一気に見て、あの自分の原作、まあ、どこまでか覚えてないんですけど、それまでは動画を1本ポンってアップロードしようかなと思ってます。で、調べたら確かね75話くらいまであるんで、寝ず食わずっていうような状態続けてもう2日間ぐらいかかるんですよね、全部見終わるまでに。アニメが神作画って言われてるような作品なので、ちょっとまた見ていきたいと思います。じゃあ早速見ていきますね。アニメ進撃の巨人が、あたりのチャンネル。それでは早速進撃の巨人第1期1話を見ていきたいと思います。じゃあ準備物品ですね。飲み物よし、ゼリーよし、お菓子よし、おしゃべり昆布よし、目薬よし、イヤホンよし、ということで見ていきたいと思います。進撃の巨人第1話が始まってますね。始まってますよ。見える？大丈夫？見えてる？なんか暗いな。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖、取り囲みの中に囚われていた屈辱を。そういう戦闘要員も今日は一体だ。エルヴィンさんや。おー、すごいな。あー、BGM。このオープニングやってきましたよ。このオープニング何回見たかっていう話やな。クソが見たわ。何年前か。なんかピークが5年、6年前とかやった気がする。囚われた。やめろ。これマジですごいハマ流行ってたよな。一時期なんかこの曲しか流れてないみたいな時期なかった。生ヨーグルト飲んでいきます。甘みがない感じ。ミカサ、ミカサ、ミカサ、ミカサ。カジさんやんな、この声優さん。なんかカジさんやのに、なんかすごい幼いカジさん。幼いカジさんっていうか何やろ、幼い感じ。ハネス、ハネスおじさん。これ人、すごいいいおじさんやからな。最初クズやと思ったけど、めちゃくちゃいいおじさんやからな。でも助けてくれんねんな、確か。100年間って違うか。イエーイか。思ったけど、これヒロシの声やな。カメコジ、食べまーす。これあれやんな、何も得られませんでしたらしいやんな。やっぱ気持ちだったっけ、っていうか、もうですよ、手やな、手だけやったよな、確か。笑ったらあかんけど、ごめん、笑ったらあかんけど、めっちゃ黙って読んで見てた。リアクターしてね。これ食べ終わってからでもいい、めっちゃ美味しくて、このシーンめっちゃ好き。やべえな、この迫力。うわ、この迫力やばいな。ちょっと原作もすごかったけど、これ映像化されるとやばさが伝わってくる。まだ来るぞ。やべやべやべ、ナイス判断やんな、ハイネスさん。マジでナイス判断。自分ができないことをすぐ悟ってさ、自分ができることをやるっていうな。あれが全ての本音やんな。行かないで。死に口を裂いてさ、弱い弱い。
やばいわこれ。映像で見たらマジでやばい。ぶわっと当たってる。怖。フィットスタジオやっていいの？何作ってた？オーサムランキングと一緒の会社やんなこれ。には行きます。これはかっこいいぞこのオープニング。これかっこいいわ。ちょっと見る。銃を取られた子が雨に乗った。いやマジかっこいいわ。進撃の巨人ちょっと原作だけで終わってたらこれあかんかったな。いやマジ見て正解やわ。これめっちゃかっこいい。カラスが降ってる。リアルな世界やな。やべ来たぞ。名言が、名言が出ます。嫌なこと言うの。アルビンマジで大人やんな。ゼリーうまいいパンチいいパンチ見たさ。一人が死んだから食料不足がなくなってんな。あ、今のでアルビンのおじいちゃんが亡くなってんな。出てきす意外と好きやねんなこいつ。あ、この子この子、あれ、雪、名前忘れてた。え、今めっちゃ綺麗になってる。わあ、かっこいい子なってる。めっちゃかっこよくなってる。声がやっぱちゃうな。声のさ、使い分けがやっぱ違うな。すごいな、カジさん。もう一回ちょっと見せて、オープニング、かっこいいから。ダオ石を割る舞台は、カジの画面に反映。銃を捕らわれた、ケロ。2年前の地獄を見てきたのが辛い構えが違う。このシーン好き。サシャやばい。ここ漫画のシーンでもらった。今女。せや、エレンについていったから逆ギリしてる。喧嘩になるな。笑うところやんな。え、違う。なんか真面目におもろいんだけど。ごちそうさまでした。食べちゃった。全部食べちゃった。もうこれだけ。このシーン好きやわ。シュールシュールな感じめっちゃ好き。で、結局喋るっていうこのシーンめっちゃ好き。スンってなる。ベルトルトとライナーが裏切り者やな、確か。こっちが巨人で、こっちが、あの、ケイトバス巨人やったっけ。これ、嘘ってこと？裏切り者やから。嘘やったってこと？ごめん。フラグやな、ここに帰るって。悲しいよな、こいつが裏切ることになるなんて。これ確かさ、カナンが壊れたんじゃなかったっけ。あ、BGM かっこいい。違う。こういうシュールなところも好き。みかさん、賢いのにさ、そういう甘いところ出るやん。そういうのも好き。お茶タイム入っていい？ちょっとお茶タイム。アニメで強かったな、確か。デルトルトも裏切り者。ジャンはただのバカ。サシャも好きやわ。コニーも好きやな。
めっちゃすることやな、確か。めっちゃ怒ってる。そうや、兄は確か、兄は確か主人やってボコボコこのカッコ俺がな、確かにな、面白い。おお、かっこいい。サシャが変です。これパンクやってた。パンクはしてると思うよ。見て見て見て。現在公開可能な情報。クリスタ10番。注意サシャ。キーコン7人。もう1個。へえ。主席あっか。すげえな、味方。味方主席やったんや。そのうちは2、3、4は全員巨人やった、こいつら。やべえな、マジ怖いやん、この世界。おにぎりもないやん。エルヴィンか。ここからまた新たな絶望が始まるのです。そして、絶望がやってくる。マジかっこいいマシン。かっこいい、やばい、めっちゃ熱い。やめて、かっこいいわ、やっぱかっこいい。やっぱり面白いね、やっぱり面白い。待って待って待って、これ何話、何話、何話、これ。あ、これ4話か。ちょっと5話まで見たいね。5話まで見たら感想言いたいと思うんですけど、ちょっと一旦携帯の電源が消えそうなんで一旦切ります。それでは終わった。お疲れ様です。それでは引き続いて進撃の巨人4話を見ていきたいと、あ、違う、5話か、5話見ていきたいと思います。で、5話でこれ終わったら一旦感想をしてみますね。はい、5話ラスト、5話、5話、よ、5年ぶりだな、めっちゃかっこいいな、マジで。ちょっとスキップします。大型巨人マジででっかいんだ、こんなでっかいんや。マジかっこいい姿勢が。おお、マジすごい、この映像。うー、動くね。うん、そうだったそうだった、あ、ついにな、確か。戦いが始まってきた。めっちゃかっこいいやん。エクシス好きなよね、エクスピリス。やべ、偽善統合資材、そうなるよな。ミカさんも必死やねんな。うー、下の通りや、死なないで、やっぱりな。うん、死なないでしよう。かっこいい、何かっこいいな、スパイダーマンみたい。あー、もうすっごいな。あー、おー、エレン、もうみんなフルボッコよな。これがいいよな、なんか現実味があって。うん、そうです、これです、これが進撃の巨人です、これが進撃の巨人なんですよ。はい、ねえ、徐々にやっぱり。ということで、進撃の巨人1から5話を見終わりました。いやー、やっぱり面白かったね。面白かった、めちゃくちゃ面白かった。原作を読んでるからストーリーは分かってたけど、それでもめちゃくちゃ面白かった。やっぱアニメは面白いわ。最初の方は主人公が巨人に襲われて絶望を味わって、で巨人を駆逐してやるっていう目的のもと調査兵団に入って訓練していくっていう話やで、で私調査兵団の話がすごい好きで、みんながわちゃわちゃする感じ、なんかな、わちゃわちゃじゃないけど血の気多いやつらばっかやけど、そんな中でもさ、なんかシュールがある感じがすごい好きやった。特にね、サシャ妹女がめっちゃ好きで、あそこめっちゃ笑っちゃったわ。サシャがフォーヒした音です、ミカサがごまかすシーンな、あれめちゃくちゃ面白かった、めっちゃ笑っちゃったわ。原作でもめっちゃ笑っちゃったけどな。なんか進撃の巨人の面白さって、もちろんストーリーもめちゃくちゃ面白いねんけど、ストーリーの面白さだけじゃなくてキャラクターたちの面白さもあるよなと思うな。グロさと面白さを
兼ね揃えた作品っていうのがいいよなと思うねんな。アニメすっごかったな。動きがすごいよな。なんか特にさ、巨人を軸にしてさ、こうエレンたちが巨人の周りをさ、シュン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 って動き回るあの躍動感、あれマジですごいな。あれどうやってアニメーション描いてんのやろ。 3D アニメーションとか出てきたからさ、そういうのを使って作ってるん、ちゃうんかなとは思うねんけど、って作ってると思うねんけど、それでもすごかったな。じゃビンビン動くのでめっちゃ感動しちゃった。かっこいいなと思って、すごかった。原作を知っててもアニメを見るのとは全然違うなと思った。次はまあ6話から10話かなを見ていきたいと思います。今後の展開はある程度は分かってるからな、どんどん見ていこうと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。